はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ミンサガですね。Mサガやらないでミンサガやってる回、ジャミル編の第2回やっていきたいと思います。で、今回はちょっとノースポイントに来て、クラスですね。ちょっとアルドラちゃんを海賊にしたいと思います。で、まあ、アルドラウィザードで術使いなんですけれども、炎のロッドね、ちょっと全然今まで自分が使用を理解してなくて、炎のロッドって術具で火の術が使えるんですけど、その火のスキルじゃなくて再建スキル、炎のロッドが再建なんで再建スキルに全部依存するみたいですね。なので、海賊にして火の術具で火も使えるし水で回復もできるっていう感じで進めていきたいと思います。3は無理かな、318無理だな。まあいいや、2 でクラス認定で海賊、こいつはもうそのまま使っていくんでジュエルも突っ込んでいきます。で、再建どうしようかって話だけど、ジャミルが再建だからな。アルドラ斧でいくか、手斧ちょうど装備してるしね。じゃ当分は斧を使わせるということで、フォーメーション的には前面に出そう。ジャン入れよっか、せっかくだから。ジャンを助けよう。帰らない、ダギの使いじゃない。帝国兵先手取られた。まあいいや。で、早打ち、スキアボーナ、断ち切り、断ち切り、リフレクト、強っ。スキアボーナやっぱ強いな。来るな、まあ、ここでジャンを入れる必要は、まあ、別にないんで、仲良く脱出しましょう。私も。いや、人数が多すぎてメンバーできない。さあボスでかっ。いけるこれ。まあいいや、古典で。クローディアはちょっと初期 BP 少ないからな。やつだけ使ってこう。スキアボーナまだいけるっしょ。18しかないもん EP が。え、こいつどうしよう。生命の方がいいな。ペインとか先手打てんのか。そもそも衝突系は先手打てた。どうだ、スタンしない。こっちが強いのがいまいち分かんない。やつだけ強い。やっぱりここからカットインだな。で、スリーピート、やつだけもう一回いける。で、ペイン、結局斧使ってないっていう。一つの目標に対して連携初めて出たな今。攻撃を連続さ。まあまあまあ耐えられるからな。そろそろ誰かやばいけど、アルトラダックがやばい。衝突狙い撃ち、早見さん、ペイン、いいね。連携するようになってきた。死んだ、生きてるか。自然銀ゲット、やっと出られましたね。さあこれで出られたんで、まずはモニカちゃんから報酬をもらおう。5000円ももらえんだ、すごっ。でモニカもう一回入れた気がするんでいいや。でそうするとグレイの代わりにジャンを入れますか。親衛隊か、使えそうだ。俺はジャミル、よろしくな。なんか初対面っぽい感じだ。冒険に行こうぜ。冒険ですか、面白そうですね。お前仕事放棄していいのか。まあいいや。でジャンにグレイの持ってた装備をやろう。でそもそもローザリアサーベルクラス補正あるな。長剣がないな。じゃあ一旦装備させよう。で盾もちゃんと装備させよう。だからろくなもんがねえな。チェインメール、ガントレット、骨、ちょっと待って、骨だいぶ下がんな。やめよう。グラマー、知力、精神、合わないけどいいや。でジュエル400あるから、ジャンは城塞騎士にしよう。長剣、大型剣、両手体剣、ダイアリ盾、これいいよなマジで。すげえ使いやすい。で2までか、まあ、そうだな。で
助手席品乗ってデスキアボーナ、ローザリアサーベルも持たせるだけ持たせとくか。攻撃力10も違うのか。長剣はね、まあ、ちょっとリフレクトがすげえ優秀なんだけど全体攻撃がないからな、そこが若干微妙ではある。クローディアが発動した。ごめんなさい。まあ一緒に帰ろう。ありがすみません。あれ、ついでにニンフゾも発動してんな。そして傘と杖だけが残った。回収しよう。オールの傘、杖、一応アルドラに装備させる。術師の杖、オールの杖、知力精神はやっぱ上がるね。で、これちょうど頭何も装備してねえや。オールの傘、精神が上がるのか。まあいいや、何も装備してねえし。ニーフもやりましょう。任せましょう。任せましょうじゃけ、任せろ。おい、さあ、なんか手に入れたかな。モードチェンジができるようになりましたと言ってるけど、殴るか術を使うかって感じだね。とりあえず斧、ヘヤブサは1黄色か。じゃあ次とこう、いきますよ。よし、カットイン、ただで使える。ただっていうか EP なしで。お、いいね、いいね。ワロン島の神殿に入るのに、これ回収しよう。あれ、ちょっとジュエルゲット。さあボス、え、カニ強そうだな。まあ古典からいくか。うん、敵もちょっといっぱいいるな。じゃあ術、結局術を使うっていう。いや硬い気がするな。ダークがちょっとやばい。いや、もう衝突剣でいこう。で、デタラメやる全体攻撃。で、ペイン。ハイブサ。いや、一回しか使えない。ちょっと周りを照らす。電気。敵に向かってダッシュする技は。なんかいろいろ出た。武器の使い方を極めることで、瞬速移動を発動することがある。ちょっと待って、これだけどなんでカットできないの？敵はこの技を2回目だから。回避不能になる。この状態を無速と呼ぶ。らしいね。いや、よくわかんない。早すぎてよくわかんない。お、でもだいぶダメージはキャンセルできたな。やっぱカットインが一番あれかな。ガンフィッシュも強いんだけど。デタラメ、よし、お、一気に出した。いいね、いろいろ上がっていく。ありがとうございます。金は最初にもらってるから、ジュエルだけか。ちょっとアルトラに癒しの水とウォーターガンと浄化の水覚えさせよう。トマエ火山からモンスターが押し寄せてきたんです。行こう。じゃあちょっとフレイムタイラント道場もやりますか。せっかくトマエ火山来たのに。先手取った。なんで意味がわからん。どうしようかな。これ古典とかから先でなんかひらめけるかな。影類から影矢とか欲しいよな。瞬速とかももうすでに覚えてるっちゃ覚えてるかな。アルトラどうしよう。なんか別にいいや、とりあえずやっとこう。早く先に。こいつは、うん、素振りだな。よし、オフレード。まあセルフバーにかかってたね。かかと500とか、まあ、こいつのいいところはマジ一瞬で戻ってこれるってとこ。倒しちゃおう。強靭だな、まさに強靭だ。何度倒れても痛い。払い抜け。強振。お前が強振剣覚えてもな。やっぱ滑りすっか。早打ちで。見る。
るぞ。まあ、っていうのを繰り返してやってみましょう。うわ、もうこいつマジいいの覚えるな。ダークてかジャンがなんかいいの覚えるまでやろう。よし、くそ、もういいや、ジャンは。カリワク、お前とは戦うなと言われる。あんなに反乱を起こしたのに。ちょっとお金結構あるからアイスソードいけっかな。ベントバもいらないな。服系とにかくもうここら辺いらない。プロテクターは1個持っておくでしょ。1400、あ、いったね。ありがとう、また会う。って言って別に買わないけどさ、このまま。いらっしゃいませ。残念、アイスソードは売れてしまいました。お客さん。で、アイスガラハド。ダーク一回外そう。で、ガラハド。あんた。事情を説明する。アイスソードゲット。で、ジュエル。で、ガラハドさよなら。ちょっともうグロディア外しちゃおう。大丈夫っしょ。で、モニカを入れよう。ジャン入ってるからね。ジャンモニカ、帝国組。で、モニカに弓を使わせてよ。クジャラド投資。ってか、やってること変わんねえよな。いつもこれクローディアが、になってたけど、それが単にモニカになっただけっていう。2でいいかな。とりあえず2でいいや。じゃあ、アルベルトとりあえず入れとこう。あそこで仲間にできなかったこと恨んでないかな。ちょっと自信ないけど、カクラマ砂漠に来ております。こいつを倒せるかどうかなんだよね。使っといけ。お供がいるな。これ、お供いないときもあるからな。てか、技がなんもない。よし、リフレクト。リフレクト。いいね。まあ、シールドだったけど。いきや。まあ、覚えるは覚えるな。いや、うし、横やっぱり厄介だな。ジャミル、でも、1ずつ減っていくか、これは。ちゃんと回復していこう。で、なぎがらい回復力は2かよ、こいつ。ちょっと音もマジ邪魔くさいな。タウンソード、何気に役立った。いった、死んだ。いや、死んだ、死んだ、死んだ。で、ちょっと応急手当、モニカちゃん。横、マジ邪魔、こいつら。いやしいやしい、アルドラがやばいな。2人回復入らないとちょっときついか。ちょっと自分全回復しとこう。衝突でいこう。狙い撃ち、立ち切り。死んだ。うわー、まあまあまあしょうがない。いや、これでもまだダメか。なぎ払いから十字切りみたいなの覚えないかな。ゲー、1人でできてきた。しかもミスってるし、これはもう回復の術がない。よし、さすがジャンプ。1人時間差ってしても4しかないな。あと向こうのが基本的に早いからな。あ、死んだ。いやー、ハニムリか。もうお供次第だな。ちょっと待って、もうジャミルはちょっとためにかかろう。で、ウィークネス、ちょっとこれやってみよう。あんまり術とかこういうの使ったことないけど。あ、力矢がなくなってる。しょうがない。しかも連携してきたし、力矢結構覚えた。え、強っ。じゃあアルドラを蘇らせよう。衝突使うか。こいつはもう力矢だな。でカットイン。いや、待って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 、これはもう無理だ。
よし、お友達。このお友達の時に三聖書をちょっとな使いたいんだよなというわけで、でちょ、ウィークネス、ウィークネス、カットイン、早打ち、立ち入り、よし、カード、しょうがない、下がった、下がったけどどうなんですかっていう。三聖書かましての癒しの水でアルベルト蘇らせよう。で衝突拳でなんとかなんねえかな。結界渡るか。オッケー、スタンしたけど遅いよ。スタンはするっちゃするのか。ちょっと応急手当を入れておこう。ジャン、アルザ両方だな。狙い撃ちにしよう。応急手当て、癒し、なんとか点。お、一回攻撃で終わった、ラッキー。ダルドラのジャミル、立ち切り、狙い撃ち、カットイン、一つ連携、ジャムが狙ったけどガードした、超ありがたい。押した、押した、もう一体いるんだよね。どれが標的でも突破口は必ずあるはず。音も一か、ちょっと早すぎていいや。ブレードロールを道中でね覚えた、まあ、使わんけど、ちょっと待って待って、ウィークネス貼っとこう。6か、切り返したな。で力矢も覚えた、力矢5も使うんかい。狙い撃ちでいこう、こいつを倒すのには。よし、リフレクトだったのはしょうがない。ウィークネス霞みだ、ミス、高級ってやって。もうお供がやっぱきついな。カットインだな、邪魔しな、よし、ディフェクトで連携でダメージを与えておきつつの、衝突拳がな、早めに入らないっちゃ入らないからな。一人連携しようがない、一体で済んだと思うしかない。ジャンも結構減ってんだな。霞にな、うわ、もうマイナスだよマジでダメージが。ジャン結構強いかな。一人連携は一人でするからしょうがない。でジャン持ち直したでしょ。もうジャンに任せるしかない。いや、ジャンしかも危ねえしかも一発ミスってるし。モニカちょっとあんまり戦力外なんだよな。ちょっとアルドラを回復させといて、ジャンだな。死んだ、やばい、ちょっとやばいな。ここはもう攻撃に入る一番早いやつ、古典三聖書パスとかないのかな。いや、古典にかけよう。やられてたまるか。回復と炎月ってどっちやってるんだ。まだまだ余裕ですよ。そうですね。で死んだ、やっさき倒した、ハブですね、やっさき、やっさき。いや、このトパーズ242、でかい収穫だ。からの大地の剣、モニカ認定してなかったし、クジャラと投資、ちょっと戦闘弓買おう、藤娘のまで。これでモニカもだいぶ強くなったでしょ。あとアルベルとか、まあ最後まで使っていくつもりはないから63だけちょっとやるか。でバイゼルハイム来てコンスタンツやりましょう。あれ、火の鳥とか安っ、こんな安かったっけ。むちゃくちゃ高いかと思ったらリバイバーも覚えとこう。でエレメンタルも覚えとく、って使わねえかな、いいや。
で炎のロット回収してスカーレットロード回収してメイジスタッフ回収と。で炎のロット装備させてのメイジスタッフも知力上がる、知力あ高いか。でプロテクターからスカーレットローブで知力めっちゃ上げよう。オールの傘までね。アーマーグラブでトパーズも装備させてるからな。ジャガンは知力がめちゃくちゃ下がる。とりあえずこれでいいや。ちょっと防御めちゃくちゃ不安あるけど。でアルトラの海賊を1上げよう。で城塞も1上げられそうだな。クジャラートもいけそうだな。まあいいか、とりあえずこんなもんでコンスタントに向かおう。相手にでも全力で立ち向かうんだ。さてで第一の剣でしょ。でアルトラちゃんどれだ。三角、火の鳥は1減るかどうかってところか。アルトラ LP10 ちょっと少ねえな。9だから全然まだまだだな。 BP が上がるまでは手斧でも使ってる。どうしようかな。ヘルファイアでも2で使えるのか。こいつは基本的には切り返しが2で使えるかな。で狙い撃ちもタダで使えるようになった。でハヤブサもタダで使えるようになった。よし OK。どんくらい強いかだよ。ヘルファイア500とか火力高っ。コスパはいいな。いや強い強い強い。炎をつぶやくにはかなり強いぞ。でいけるぞこれ。みんな邪魔くせえな。3、いや全然足りないわ。生命の炎かけよう。切り返し激矢で攻めるか。カットイン痛いです。いや肩きつぶされた。27大して回復しねえな。全体技がないのがやっぱきついな。ヘルファイア強だ。大物ったか強い。気絶した。絶対無理なんだけど。そして水術も使えるという。取り巻きからやっぱり出す方が良かったな。死んだ。戦略的決断の視野に。いやこれは無理だな。もうファラ手の内は見せてもらったわ。リベンジマッチ今度は負けない。まずマジ本当どうしようっていう。全体攻撃やるとまた違うんだろうけどな。八崎はな4で使えるのか。これマジでいいな。ジャンとか2しか回復しねえし。いややっぱりまずは周りだな。ガードしてくれることを本当祈るしかない。ガードしろ。よっしゃどうしようか。クッキョクキョで、これは命を使うからカットインに行こう。アルドラ攻撃に入るか。いやもうずっと攻撃だ。誰か死ぬまで攻撃しよう。早く先に駆け引きが入ってくれば。よし倒した。デトラメアも動いた。いやなんか意外に楽だったな。名誉騎士を辞退した。7000円。思いを遂げるっていうのは幸せなんだろうな。はい。お前何突っかかってんだ。幸せです。あなたの思いはどうなのですか。俺の思いか。俺の思いは絶対に届かない。でもそれでいいんだ。永遠に思い続けられればそれで満足だ。私は
あなた様の思いが遂げられるよう心から祈ります。いつか必ず遂げられますように。ありがとう、ありがとう。なんだかんだで友達になったな。グレートピット、ちょっとやってきました。まあ、別に何ってわけじゃないけど、えっ、これ水流やってないとないの？あ、来た来た来た、受けよう。ここは皇帝陛下が謎の病にかかられたとかやってるうちに皇帝の奇病が発生した。今のステータスでいけるか、全然いける気がしないんだけど。よっしゃ、ついでに回収。とりあえず2つの月の神殿へ行こう。ちょっとジャンの城塞騎士を3にしよう。でそこからさらにスキアボーナをディフェンスモードにする。よし、これで防御特化。ジャングルの奥地へ行く船だぎゃ、乗る。よし、奥地へ行きましょう。ジャングル探検。さあ問題はこいつよ。バルーニー様のためにシンボルを集めていただいて感謝します。一発もらったらもう死にそうだからな。アルドラは耐えられるか。酸性種使ってこう。もうヘルファイア効くのこいつ、そもそも。でこいつカットインだな。でリキア、はやぶさだな。過激が出てくる。うわ、一発一発ってことは蘇らしてこう。じゃあ見る、狙い撃ち。一人連携、死んでる。あ、よしよしよし。でも死体蹴りしてくれたか。それはそれで助かる。はやぶさだな。で的は多い方がいいから、結局一発で死ぬんだったらもう。お、なんか装備してんな。アルドラトパーズか、これはいいぞ。あー、待って、はやぶさで溜めながらいっか。結局死ぬんだったら攻撃だな。あ、リバイバジャミルいけるか。あ、八つ咲き、そっか、リバイバかけとくのはありだな。スルエンハンとか、ただただ助かるだけ。古典からの蘇らせ、切り返し、カットインか。過激。さあ、そしてジャミルは復活している。古典で、でまたあれだ。あ、無理だ。ヘルファイアでいくか。八つ咲き、ヘルファイア効かなかった。あ、効いた？なんか分かんねえや。強撃陣、モニカがまたやられたか。カットイン、癒し、切り返し、はやぶさ、シャドウボルト、強い。やばい、二人死んだ。ジャミル、八つ咲き、モニカも回復に入ろう。ここからさらに2人死ぬのはきつい。ジャン耐えたな。6、命を削るのはちょっと無理だからな。ジャン、じゃあ回復させておくか。あ、待って、リバイバーいける？リバイバーは無理。ジャン回復させておこう。切り返し、こいつがどうにもって感じだよな。まあ、いや、リキア、はやぶさ。よし、ステルアース、もうマジで助かる。
倒した。なんとかいけるもんだな。全然ボロ負けするかと思ってたら意外にいけた。やっぱり回復大事だな。では2つの月の神殿。よっしゃ。こいつを倒せたら宝は持って行っていいの？よし、宝を回収しよう。かかってこい。なんか出てきた。数が多いな。結構7丁場になるからな。あんまり MP 減らしたくないんじゃない。ちょっとアルチャーさんかかってるけど。おいいね、めっちゃディフレクトする。でもめっちゃつながりすぎだろ。おっ、ディフレクトすごい。で霊獣石の腕はこれ結構重いんだよね、霊獣石系。腕は体力と器用さが上がるな。そしてあんまり重くなかった。じゃあ装備しようかな。ジャミ、力を示し我らの贈り物を受け取りなさい。よし来い。不意打ちかい。ひどいな。ヒットポイント的にはなんかみんなだいぶ200超えてきた。ここのボスが倒せるかどうかだよな。と、いや、これで鍛えてヒットポイントも上がってる上がってる。いいね。よっしゃ。プロテクトリング、これはでかい。やられちゃっても私を恨まないでね。こいつらは神なのか。3体いるな。あーゴースト系はマジで魔法があって助かるわ。てか4連携はやりすぎだろ。2連携がいい。2連携ずつつなげていきたいね。よっしゃ。体力の薬普通。こいつは手強いからやめといた方がいいかも。いや、もうジャミルの LP は結構少ないんだよね。これさ、後ろ狙える？こいつ強え、この水。後ろ取ったっぽいな。やつだけはさすがに、あーでもな、まだ27あるか。俺もガチでいこう。300のクラザー。よし、倒した。アルベルトも7か。こいつはもう楽っしょ。よし、 OK。 きつい。めっちゃ上がってるけどね、ステータス。よっしゃ。で、足か。体力上がるからジャンにつけよう。道を切り開くのはあなた自身の力です。よし来い。後ろ取れるんだったら取りたいよな、全敵。こいつらはなんとかなる。気絶しなければ。ヘッドフィーズで最悪気絶つかんの。強撃的。よし、決まった。よっしゃ。おお、ガーディアンリング、すげえ。これはじゃあジャミルにつけよう。で、プロテクトリングが余ってるっちゃ余ってんだよな。アルベルト装備してねえやっけ。何にも。あげよう。あなたを祝福するわ。愛の力を信じなさい。うわ、いっぱいいる。しかも不意打ち。アルドラはちょっとさっき減ったけど、まだあんまり死んでなかったから8あるか。食らうかな。一発につき2ターンくらいで始末しないとマジで死人が出る。集中攻撃食らうと死ぬからな。
で兜、体力が上がるな。めっちゃどんどん重くなってってるけど、重量。大きな獲物を得るには大きなコーナーが伴うのです。それはもっともだ。4人か。後ろ狙いて。こいつらはまだなんとかなる。2ターンでいけるはず。てかアルトラやべえ、なんだかんだでアルトラやばい。よし、 OK。 よっしゃ、素早さの薬。自ら生きようとする者が生き延びる、それが自然の摂理です。あれ、一体しかも強そう。真珠、待てよ、八つ咲きか。力、はやぶさ。あ、ゴールはするか。で、どうなった？そこそこ食らった系だな。カットイン、回復しておくか。ジャミル、で、八つ咲く。で、こいつは回復だな。減ってんのはモニカ、アルベルトも減ってんな。こっち光覚えさせとけばよかったな。回復、ハヤブサ、よし、ハヤブサでつなぐ。あ、もう LP がないんですよ、うちは。じゃあアルベルト回復、4しかないもん。ハヤブサつなげ。おお、あ、恐怖、いや恐怖か、意外にうざいな。アルベルトは回復した。ジャン、ヤツザキ、ハヤブサ、やべ、意外にやばい。PP 不足、切り返し、ハヤブサつなげ。ジャミルは攻撃してないな。アルドラ自分勝ちだな。やっざこう勝手に。アルドラが死んだ。切り返し、カットイン。強す、十字切り、ダメだ。賛成賞、切り返し、カットイン。これは死ぬぞ。戦うしかありません。いやー、ガードしてるなとか。死んだ。マジで真珠倒せん。こいつ倒せるのはどっちが強いんだ。一応こっちの方がボスだからな。スマイラか。本気でいこう。リバイバーはかけとくべきかな。生命の炎とかマジで回復量が少なすぎるからな。よし、最初はちょっと本気で霊気どけたか。回復1000しか賛成しよう。やばくね。応急手当、ジャンだ。生かすべきはジャンで、癒し一応ジャミル。で、こいつずっと攻撃で、モニカも回復に入ろう。自分血は増えると持ってんだよ、薬。痛い痛い。5点。モニカ回復できるから痛い。5点外したし、あーやばい。249、はやぶさ、もうはやぶさで先手を取るしかないか。じゃあこいつはやったきしとこう。ナイス、痛い、強すぎる。任務が残っている。見るさ、
倒したマジギリギリすぎるんだけど。あー、神獣は倒せなかったけどもう無理だな、しょうがない。いや、めっちゃ苦労したわこれ。アルベルトとかも LP1 だからね、まあ、死んでも消滅するわけじゃないけどね。帰ろう。いやー、その分ただ褒美は素晴らしい。エスパーダロペラゲットできたわ。下がってよいぞ。じゃ、レイピアもさすがにいらないな。最初はだいぶ活躍してくれたけど、エスパーダロペラ攻撃性の39、大地の剣ももういらないっちゃいらないんだよね。LP 武器だし、ちょっと外しとこう。エスパーダロペラ1本でいく。せっかくジャミルだからアルベルトの代わりにファラ入れよう。よう、ファラ。ファラ、元気？助けてくれてありがとう。死ねえ！お母さん発狂イベント。切られてるこれ。私は一体何を操られてるんだね、アサシンギルドに。しっかりしてくれよ。おお、ファラってことは、てかアサシンギルドの方に行ったんだ。なんだこいつ。恵んでくれよ。しょうがねえ、ちょっとやろう。世話になった。世話になったねってお前。まあいい。よ、ファラ。ファラ、元気？助けてくれてありがとう。あれ、仲間にならん。まあいいか。じゃあちょっとアルベルトの代わりどうしようか問題ちょっと考えたいと思います。というところで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。